改めて知事には真実を明らかにすることを求めておきます。一言で言えば、都民、東京都議会に対する説明責任を果たしたとは到底言い難い内容でありました。東京都の猪瀬知事が医療法人徳洲会側から5000万円の資金提供を受け、その後返却した問題をめぐり、都議会の代表質問では知事の責任を問う声が相次ぎました。両会派で議会の過半数の議席を持つ都議会自民と公明は、問題が解決されるまでは猪瀬知事には都政を語る資格はないとして、あえて答弁を求めませんでした。両会派は9日にも開かれる総務委員会へ猪瀬知事の出席を求め、疑問点の追及を進めたいとしています。